マサさん、方が増えて安だと思うんですが、激辛を食べ過ぎたからですか？どうなんでしょう。私ね、最近すごい方が、もともと、さっき太ったり激しいって話したじゃないですか。うん、それでも、うん、手足が細くて、はいはい、ここにしか、お腹と胸にしか肉がつかなくて、ああ、だから、じゃあ表面上分かりづらいですね。分かんないんですよ。もうまさに、マシュマロに爪楊枝で手足を刺したみたいな体験してるんですよ。マシュマロ自体はちょっと膨らんだり縮んだりして。そうそうそう。だからね、で、特に最近、まあ、年齢のせいなのかな、頬がこけて、皆さんからね、心配されるんですよ。今日も皆さんコメントでね、私の頬がこけすぎてるとか、頬骨が見えてて、大丈夫ですかみたいなのが来てて、なんか心配していただいて申し訳ないなって。でも、至って健康で。忙しいっていうのもあるんですか？あ、そうなんですか？いや、全然健康にやらせていただいております。